こんにちは、レザークラフトフールです。今回の動画はビルフォード2つ折り財布の作り方パート6になります。パート1からパート5は概要欄の方にリンク貼っておきますので、まだご覧になってない方はぜひそちらもご覧ください。前回の動画まででほぼほぼね、形が仕上がりました。今回の動画ではフールではおなじみのひしめパンチを使って縫い合わせの穴を開けていきたいと思います。穴開けをする際の注意点なんかを紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。ここの面取りは縫い合わせをするね、穴開けの目印、まあディバイダーですね、ディバイダーの線が曲がらないようにするための面取りになります。ですからまあピカピカにする必要はないんですけれども、ここのね、面が曲がっていると穴開けが曲がってきて、穴開けが曲がるとね、ステッチが曲がっちゃうので結構大事なポイントですね。ここまで来たらね、早くね、完成させたくなっちゃうんですよね。もうあとちょっとなんで、ちょっとね、急ぎたいところなんですけれども、ここはね、ぐっと我慢してしっかり面をね、整えておいた方がいいと思います。はい。はい。ここの面はね、先ほど整えたので、まあこのままでいいと思います。まあ気になるようだったらね、もう一回ヤスリ掛けをね、して整えておいた方がいいですね。ちょっとね、めくれがきついようでしたら軽くね、襟落とし当てておいてあげてもいいと思います。はい、ディバイダーでまあ3ミリないし5ミリぐらいの間隔で目印をつけます。まあ、念押しをねする方なんかは5ミリぐらい取っといた方がいいと思うんですけど、僕はね、念押ししないので、まあ、大体ね、3ミリぐらいの幅で目印つけるようにしています。はい。で、僕の場合はね、内側にも、目印をつけます。これはですね、穴開けの際に、ひしめパンチを使うんですよね。ですから、この内側のラインも結構大事で、内側にもね、目印をつけていきます。まあ、ひしめ打ちですとか、ひし切りなんかで穴開ける方も、まあ、内側、目印あった方がいいですよね。帳尻合わすのにね。はい。目印をつけたら、ここからですね、穴開けをしていきます。はい。こちらがね、ひしめパンチになります。4ミリ幅の、ひしめパンチで、刃がですね、4本目と2本目になっています。こちらを使ってね、穴開けをしていきます。まあ、僕はですね、レザークラフトを始めて、そうですね、まあ、もう最低でも15年ぐらいは、ずっとね、この道具を使ってレザークラフトしてます。すごくね、便利な道具ですね。よし、じゃあね、これを使って穴開けをしていきます。こういった、2つ折りのお財布の場合ですね、僕はですね、一番帳尻を合わしづらいところから穴を開け始めます。このビルフォードの M だと、このコインケースのね、この角の部分、ここがね、一番帳尻合わせづらいんですよね。この一番下のステッチの部分でこの本体の縫い合わせと合流をさせたいので、まずはですね、ここから穴を開けていきます。ここの部分ですね、はい、この一番下の穴に合わせてですね、まずは一つ穴を開けます。はい、先ほどのね、ディバイダーの線とずれてないか確認をして、はい、こういった感じで穴を開けます。で、ここからはですね、直線になるので、4本目のね、締めパンチで穴を開けるんですけれども、僕はですね、この、もう昔から使ってるこの3本目、まあ、こっちの方がやりやすいので、こちらの3本目を使って穴を開けていくんですけれども、僕が使いやすいからこれ使ってるだけで、役目としてはこれと一緒です。はい。はい、そしたらね、まずこちら側の直線、穴を開けていきます。はい。こういった感じで、表裏ディバイダーの線とずれてないか確認をして、はい、穴を開けます。
もうね、締めパンチのいいところは表裏を確認しながらね、穴を開けれるというところと、この横からねアプローチできるので、全てのパーツを貼り合わせた後にですね、こう一気に穴開けができるんですよね。こういったもう5枚とか重なってる部分って、ひしめ打ちだとこう結構ねまっすぐ打つの難しいんですよね。ですからパーツごとに別々に穴を開けて、それから縫い合わせをしたりとかですね、目打ちで打った後、裏からねひし切りで位置を調整したりする必要があるんですけれども、このひしめパンチの場合はね、貼り合わせをして一気に穴を開けることができます。もうこれがね相当作業工程としては早いんですよね。すごくね便利な部分です。はい。でここの部分なんですけれども、これね穴をそのまま開けてもいいんですけど、このインナーパーツの土台を切っちゃうので、ここはですね、ちょっと押し込んで、切らないようにして穴を開けたいと思います。こういう感じで、ぐっとね、当て込んで、ラインとですね、穴の位置だけずれないようにして、穴を開けます。この中心部分がちょっとね真ん中に突っ張ってくるので、一目ずつですね穴の位置確認しながら穴を開けていきます。はい、ここの部分もですね同じくインナーパーツのね土台を切らないように押し込みながら穴を開けて、はい、軽く位置を確認したら続けて穴を開けていきます。次はですねこのカードポケットの小口の部分も重なってくるので、ここもですね切らないように気をつけて穴を開けます。皮をね切りそうな場合はちょっとこう押し広げながら、できるだけね強度を保てるようにしながら、はい、順番に穴を開けていきます。このカードケースの口の部分がね一番難しいところなので、ここをね乗り越えたら、あとはとにかくですね曲がらないように気をつけながら穴を開けていきます。はい、角まで切ったら2本目を使って少しね R をつけながら穴を開けます。ここはねちょっとね、まあ、僕の場合感覚で開けるので、気になる方はねしっかり、ディバイダーかなんかで感覚取って目印つけてですね穴をね開けていただければと思います。この角まで来たら、今度はですねこのインナーパーツのこの口
の部分をね切りたくないので、ちょっとねこう浮かしながら目印のね位置だけをつけて一回ね軽く剥いでしまいます。はい、そしてねここはい穴を開けます。あとでねボンドで貼っちゃえばいいんで、ここはねこの口を切らないようにそっち側を優先します。はい、口の部分も同じように穴を開けていきます。まあね慣れてくるともうこうね裏側確認しなくてもだいたいねまっすぐ穴を開けれるようになってきます。こんな感じでねずれてないんですよね。毎日毎日ねほんと20年近く使ってるんでね、そら慣れてきますよね。カメラがあるんでねやっぱりちょっとやりづらいですよね。画角にねちゃんと入るように穴開けしようと思うと手元でできないのでちょっとやりづらいですね。はい、ここまで来ました。うん、そしたらねここも先ほどと同じように少しね剥がしておいてアルを取ります。この辺の感覚ちょっと難しいんですけど、はい、まあ、こんな感じで開けといて、はい、今度はですねこのインナーパーツと合わせて穴を開けちゃいます。はい、こんな感じですね。そしたら今度はですねここを、一体化させていくので、ここもねちょっと軽く剥いでおきます。はい、浮かした状態で、はい、穴を開けて合流させたい部分から合わせてですね穴を開けます。ここだとどうだ、ちょっと軽く合わせて、うん、ちょうどいいところですね。はい、じゃあここからもう穴を、いやちょっと一つ飛ばしたいな、うん、この下から穴を開けたいと思います。この上段はですねこのコインケースの蓋の穴を生かしてそのままね縫い合わせたいと思います。よいしょ、はい、このね厚さでもう一気に穴が開けれるんですよね。ほんと便利です。はい、ここまで来たら一旦ですね雨噛みして穴の位置がねずれてないかちょっと確認をします。ここもですね少し剥がしておいて、この一番初めに開けた穴とですねどれぐらい距離があるのかこう確認しながら、うん、ちょうどねここあと2回挟んだらいけそうですけど、ちょっとね間がきついので2本目でねちょっとこう間隔を調整しながら帳尻を合わせていきたいと思います。ちょっとね奥へ引っ張りながら、うん、最後の穴がねしっかり合うように、うん、穴を開けます。はい、これでですね穴開けが完了しました。うん、問題ないと思います。よし、そしたらですねこの穴を縫い上げてですね最後仕上げに入っていきたいと思います。はい、ということで無事ですね縫い合わせ用の穴を開けることができました。
まあ、ひしめパンチをね、使わない方には、あまりね、参考にならない動画だったかもしれませんけど、まあ、こういったね、やり方もあるんだというところで、ぜひね、ご自身のレザークラフトの何かね、参考にしていただければと思います。次の動画では、いよいよですね、縫い合わせをして完成させたいと思います。最後の仕上げの方法や、完成までにね、かかった時間なんかも見ていただこうと思っていますので、チャンネル登録まだの方はぜひね、チャンネル登録していただいて、次の動画もご覧いただければと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた、See you!